戒したいですよね。昨シーズンはバイウィークまで11月までの戦いが3勝11敗と、ね、苦しんだ部分ありましたけれども、最終的には勝率5割ということになりました。秋田ノーザンハピネッツのロスター見ていきましょう。そしてこちらも移籍2シーズン目、ハンガリー代表ロスコアレン、そして今シーズンは副キャプテンを務めます長谷川拓実。これ失敗せざるを得ない。そうですね、マシューライト選手、真ん中がちょっとメコール選手がミスマッチになってる。さあ、決めました。今日3本目のスリー、ガリアガー。やっぱり日本人登録のビッグマンの選手が、ね、いると非常に心強いですよね。アリゼ・ジョンソン、外から、これもあるんですよね。外もありますよね。よく守った田口。田口守りましたね。ライトがボールを受けたところでした。篠山、篠山スリー来ました。いや、うまかったですね今の。秋田は踏ん張りどころ。ジョンソン、バックのプレー、マシューライトから合わせ、いや素晴らしい、キリア・ジョンソン。フランスのリーグで3度オールスターにも選ばれています。ロスコアレン、ダンク。そうですね、これはロスコアレン選手得意のプレーですよね。はい、さっきに使いますね。篠山、そしてアリゼ・ジョンソン、外2本目は来ない。オフェンスリバウンドです。マッシューライトから合わせ、うわうまい。最後はアリゼ・ジョンソン、熊谷、はい、ヤニス・モラン、あ惜しい。今手が出てきましたか、かかったですかね、うん、はい、マッシューライトから合わせでカッティング、シネマリですね。そうですね、この前の2枚のところで完全にね、サイドも空いてくるんで、はい、15得点まで伸ばしています。今度はロスコーレン、2試合で、ね、20得点21リバウンドというのが過去にあったというアリゼ・ジョンソン。ロスコーレン、ロスコーレン、見逃し、さすがですね。ジョンソン、ライトからうまく中を使いました。うまく面取ってましたね。いや、そこを、ね、すかさず速いボールで熊谷、熊谷のスリー、手が伸びてきました。篠山、およくただセカンドチャンス、メコール、ヤニスモランダンク、元田、サウスポーです。元田、ミドルジャンパー、お、中山、栗原からする、元田のスリー来ました。ここを物にするとどうか、来ない、まだわかんない。ヤニスモラン、キックアウト、詰めました。一人旅、マシューライト、決め切りました。そしてボールを掴んだ川崎、試合終了です。新たなチームとなりました川崎ブレイブサンダース、ホームでの開幕ゲーム1、秋田ノーザンハピネッツに対して81対73、勝利を掴んでいます。